見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。刺繍がしてきたと言っておにぎりを。女帝の恋人の異常性、太宰府ホスト漬け傷害致死事件から続く019年9月下旬から10月0日頃、福岡県太宰府市で主婦高畑留美さん当時6が太ももをナイフや割り箸で刺され、0日午前4時50分頃までに外傷性ショックで死亡した太宰府主婦ホスト漬け傷害致死事件。1月日、福岡高裁で山本美幸被告4と元恋人で共犯者の岸壮被告6の控訴審判決が行われた。高裁は両被告をそれぞれ懲役年、懲役15年とした一審福岡地裁判決を支持し、両被告と検察側のいずれの控訴も棄却した。両被告はこれまでそれぞれに罪をなすりつけ合って無罪を主張してきた。犯した罪の残忍さを思うと、その態度はあまりに無責任なものだった。カモの金で豪遊し、限界まで取り尽くす。主犯とも言える山本被告は長年、福岡県中洲の繁華街で、女帝、さながらに取り巻きを連れて豪遊していた。そしてその資金源は、留美さんを含めた複数の被害者を精神的、肉体的に抑圧しマインドコントロールしてむしり取った金だ。留美さんの死亡前、家族は佐賀県警に何度も相談していたが、具体的な対応が取られることはなかった。警察が対応せぬまま、留美さんへの暴行や精神的抑圧は、時を経るほどに苛烈を極めた。事件が発覚すると警察への批判も高まり、大きな社会問題になった。取材班は、留美さんの遺体を乗せていた車に同乗していた、山本被告の知人男性 X さんにインタビュー取材をしている。X さんは一度は死体遺棄容疑で福岡県警に逮捕されながら、暴行に関与していないことなどから不起訴となった。しかし彼は山本被告らと親しくしていたため、これまでの悪行を詳しく知っていた。X さんはこう証言している。理由、山本被告の傍らには、長年、常に訳ありの女性がいました。おそらく彼女らから金を引っ張っていたんだと思います。カモを見つけてはその金で豪遊し、限界まで取り尽くすと、金がなくなって遊べなくなる、ということの繰り返しだったんじゃないですかね。美優の傍らにいるのは、ホストへの借金で飛んで、風俗で稼いでいるような子が多かった。美優は家族に風俗のことを言うぞとか脅したりして、恐喝していました。それで何回もうまくいっていたから、味を占め、エスカレートしたのが今回の事件なんだと思います。山本被告らが犯行を重ねた果てに留美さんが犠牲になり、ようやくその犯行が白日のもとにさらされたのだ。